さあ来ました、今回の生ゲスト、つぼみから杉山優子ちゃん、しおりちゃん、吉岡久美子ちゃんです。お願いします。お願いします。やったやった、嬉しい。から始まった。そうですね。嬉しい。曲。レギュレーションや。はい。ね、レギュレーションです。ではね、あの、自己紹介をね、まず、はい。まあ、せっかくですから、はい。つぼみを知らない方のためにお願いします。はい。つぼみでリーダーしてます。ハスキーボイス、杉山優香です。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。ビューティー担当してます、しおりです。お願いします。お願いします。はい。ツッコミ担当してます、吉岡久美子です。お願いします。はい、はい、で先週、はい、終盤にちょろっとつぼみさんの話をしてて、はいはいはい、ね、その時に、うん、なんかそれを聞いてたらあろう人が、うん、即イゴさんにアプローチ、イゴさんがすぐ大沼 P にアプローチ、イゴさんって別にマネージャーじゃないでしょ、だってそうですね、マネージャーじゃ ないのに、イゴさんから先にプロデューサーに電話があった後に本間のつぼみのマネージャーさんからイゴさんの後やったらしいよ、電話、ザイゴさんなら、そうだからマネージャーには言わない、言わないやん。だからそのなんていうこれ、そのアントニオ猪木が北朝鮮行ったみたいなさ、あの二重外交みたいな問題になっちゃうから、そのマネージャーさんがやらずスケジュール2個押さえ勝手に押さえ出したわけやから、マネージャー通してくださいよと、そう言わなダメな、やっぱ未だに伊藤さんと交流あんのよ、はい、あります。昨日も会いましたね。そう、すごい稽古を見に来てました。稽古見に来る、他にやることあるやろって未練がすごい、見てました。そこから外れないんやからがっつり見守ってくれました。え、頻繁に来はん、頻繁に来ますね。電話も来ますよ。電話も来ます。今日どんな感じ、うん、とか、最近大丈夫みたいな。俺らも一瞬だけ伊藤さんやってんで、うん、あ、そうなんですか。4月ぐらいからね、伊藤さんでしたよね。まあ連絡最初の2、3週間しか来ない。そっからね、下についてる子にが尾崎くんっていうね、そう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 、新入社員尾崎翼っていうね、翼日本三大翼ですよ。本田翼、松若翼、大崎翼です。三人が一緒すぎるやん。ごさんもはっきりつぼみ以外はしたくないって言ってましたからね。あ、言ってた。そう、確かに何かマネジメントから外れるってなった時に、うん、俺はつぼみを最後まで見れへんかったのだけが心残りや。だけかい。だけではあかんやろ。吉本の社員さんがつぼみ、あの伊藤さんのパソコン見て、伊藤さんがほんま3時間ぐらいもうその昼飯とかも食わんと、全然机から動かんとパソコンとずっとにらめっこしてた。で、なんかもうご飯とかも出前的なものとか簡易なもので済ませて、ずっとパソコンの前で、でそれ見てたのが多分つぼみのチラシかなんかフライヤーかなんかのデザインみたいな、多分なんかそれ系のなんかやつやったらしい。でその画面やって3時間それ動かずそれやってて、3時間後その伊藤さんが席立った時にそのパソコンの画面見たら、あの何が変わってたかって、最初のあった画面から3時間やね、ツーとボーとミーの色がバラバラになってただけ。めっちゃ考えてくれた。ピンク一色やったものかな。すごい。たらもっとうまいチラシ作れやと。確かに。そう。いやいや、そうなんですよ。何の話してたってな。つぼみは、まあ、言うたら吉本のね、初、はいはい、出発の、初、はいはい、めっちゃおもろいアイドルというのがキャッチフレーズなんですか。そうなんです。そうなんですよ。その辺、あの、ちょいちょい変えてますよね。あ、変わってんの。いやでも去年からもうこれずっと統一で、そうです、はい、4月から吉本初めっちゃおもろいアイドルを4月から5月からな、はい、まあ、1年経ってない、一番最初、ね、僕の記憶ではね、はい、一番最初、はい、吉本初の初は初めてやった。ああ、そうなの。一番最初、それは違います。でもだから、うん、多分そのフライが間違ってたか分からへんけど、はい、そのとにかくそのまあ、つぼみができますってなって、はい、そんな感じになってあって、はい、その後 NMB ができたじゃないですか。はい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 。その頃から、初めての初が、発射の初に変わった。
いやあ、なかったことにされた。って言って発射して、うん、発射した。で、アイドルっていう言葉を一回端折って、ガールズユニットみたいに言ったんですよ。そうなんですよ、それそれ。なんか、ガールズユニットって言ったり、パフォーマンスユニットって言ったり。パフォーマンスそう。で、ハードル上がるからやめてくださいって言ったんですよ。そんなパフォーマンス持ってない。なんか、大道、なんて言うんですか。なんか、いろんなジャグリングとかすると思われて、なんかやめてくださいって言って。で、そこが流行って吉本発ガールズユニットつぼみがついにも去年から、はい、あ、うん、な3回変わったってこと今まで。そうですね、だから言ったら去年の春にもうちゃんとアイドルって言い始めましたよね、はいはい、やっとアイドルになったんです。やっとそうなんですよ。そこが論点やったんですよ。つぼみは、うん、アイドルなのか芸人なのか、うん、そうそう、だから今までは結構あやふややったとこあったんですけど、まあ、5月からはもう完全にアイドルっていうことで、スタートしたんですよ。はい、5月か。え ?5 月ですってアイドルですよ。はい。アイドルか。だから今はアイドルです。です。だから今からはアイドルとして接してください。全然もう後輩です。男性ブランコと一緒です。いやいやいや、違いますよ。後輩中のブサイクじゃないですか。アイドルやと言うならばですよ。はい、アイドルやと言うならばね、はい、いつやったっけな、今年の京都国際映画祭って3月ぐらいだったっけ。ああ一緒やった、去年の。一緒やった。秋口、秋口か。リーダーと、リーダーと一緒やった。リーダーも歌うと思ったの。あ、一緒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 。で、なんか一瞬だけまあ、絡むってなって、京都市役所の前でロケで、はい、生中継で絡むってなってんけど、いろんなとこ多分行ってて帰ってきたんやろうけど、そのね、このチラシもいただいてんねんけど、チラシで着てる服、うん、はい、つぼみの衣装なんかな、うん、はい、なんかその、うん、これがさ、もう、ボロボロやった。ほんまそうやったな。わぁ、バレてたんや。ボロボロ。キラキラやったでしょ。後ろのあの、いや、そう、吉野字。キラキラやったじゃない。そう、あの、吉本の、吉っていう字が、笑ってるマーク、吉本のやつだね。つぼみのマークだけ笑ってなかった。笑ってますよ。手の字口。輝いてましたよ。だちょっと取れかけてたもん。取れかけてボロボロ。ほんまあの、すっごい修行した後の、なんか、カレーみたいな。そう、悟空。悟空なんかそんな難しいんですよ、あれ。そう、いろんな人に言われる。それアイロン、アイロンプリントです。アイロンで貼ってるだけやったし、あれ。あれ着替えや、な、もう何パターンかないのあれ。あれはないないです。あれそのそのな、その、アメフトのチアリーダーみたいなさ、その、一個しかもらえへんみたいなんか、ステータスなグループでもないやん、別に。そういうことじゃないやん。いや、でも、歴史を知らないからそういうんですよ。そうですよ。やっとユニフォームできたもんね。そうなんですよ。これが奇跡なの。いや、これでもさ、その、例えばね、その、2回公演。はい。まあ、1日でいいけどさ、はい、その、2days とかなってきたらさ、はい、もう終わってすぐ洗って、はい、次の日使って。そうです。そらボロボロなるわ、これ。そうなんです。しかも素材が、あの、洗濯機回せないんで手洗いなんですよ。洗濯機回したらヨシが落ちるので。はい。ヨシが取れちゃうので、手洗い。いや、応援したくなるでしょ。なるか。でも、モンゴルとかも、原点は、なんかほら、全然売れないところからとかじゃないですか。そういう、応援したいという気持ちが、あの、でかくさせたでしょ、はい、めちゃくちゃ応援する要素ばっかりですよ。NGK で俺らのトップバン前で、うん、なんか応援だみたいなことやったりすんねん。トーイングアクトを私いただきました。やってるねん、うん、そんなん見ててさ、はい、そっちで応援しようってならんよ。なんでなんですか。一生懸命やらさせていただいてます。 NSC、うん、はい、うん、みんな NSC なんですか。いや、ゆうかさん。はい、私だけ、あの、NSC。あ、NSC。うん、さっきさんの、本当に。私がね、NSC の女性タレントコースっていうお笑いコースとはまた別の NSC の一期生なんですよ。うん。ほんで、その後輩でできたのがつぼみだったんですけど、うん、メンバーがぐる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 変わって、うん、それで、あの、オーディションとか、うん、あとスカウトシステムも導入して、うんうんうん、そう。イゴさん、イゴさんが、そうです、そうです。イゴさんスカウト、うん、イゴさんハンティングがあるんですよ。スカウトされたん。いや、私らはオーディションで。オーディション、はい、オーディション。イゴさんハンティングがさ、このメンバーの中いいの、イゴさんハントされたの。このメンバーにはいない。え、でも、緑子さん、樋口さん、はい。はい。なんかね、大学のね、ミスコンとかにね、はい、顔を出して。ミス準グランプリみたいな、うん、うん、うん、ですね。何人か入れてはやめ、入れてはやめない。イゴシャーハントは、そうですね。イゴ相撲は全然つもりないや。うん。そうなんですよ、うんうんうん。という、まあ、実態はそうなんですけど。はい、ああ、だもともとだからアイドルなりたくて、やんね。うん、あ、じゃないのさあ、ここやから。さて、ここやから。それは私の話です。これは何人やったんか。すぐ来るんかな。そんな。変なもんって言ってましたね。GAG の、はい、
単独ライブを勉強として行ったりしてたやろ、うん、ちゃんと、はい、そうですね、私は行ってました。で福井に何て聞いたやったっけ。いや、コントってどうしたらいいんですかみたいなことを福井くんに聞いてたの。それはだからもう後輩やん。いや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 、はい、だから今時のアイドルはやっぱりお笑いもできなあかん、はい、ジャニーズもコントする、はい、AKB もするでしょ、うんうん、テレビでな、誰が舞台ですんで、テレビでやってんねん。誰が舞台でごちごち、シュークリームの、うん、はい、二人がザザの暗い壁に向かってネタ合わせとかすんねん。それアイドルで見たことある？真っ黒の壁に向かって。ワンステとツーステのネタ変えてる。変えてる。全部変えるっていうね。すごい。いや、だからどっちなのかなとは思うんですよ。個人的な気持ち。このアイドルとして 5月に認められたかもしれないけど、ここはまた違う目的があるの？シュークリームは、うん、まあ、正直、うん、後にシュークリームとして活動していきたいと思ってるんですよ。つぼみを進めつぼみを、はい、つぼみは結構その、なんて言うんですか、出来上がって、うん、卒業していくっていうのが一番の、はい、売れて卒業したいっていう、っていうグループなんで、はい、そこになれるように、シュークリームではコンビ活動。でも、つぼみの時はアイドルをやるっていう。はい、そのシュークリームとして卒業した後はお笑いでってこと？そうですね、吉本のタレントさんとして、はい、タレントさんとして。ああ、そうなんや。あんな芸人よりってことね。そうですね。で, すね、でもつぼみとしても全員でコントやったりしてるんですよ。そうなんですよ。めっちゃおもろいアイドルとして言ってるもんな、めっちゃおもろいアイドルって。そうなんですよ。ゆうかちゃんはなんかもともとつぼみってできた時に、うん、なんか余裕やりたい子もいればお笑いやりたい子もいたり、レポーターしたい子もいたりっていう集まりやったんで、うんうんうん、はい、なんか最初はつぼみってそんなになんかアイドルとしてやりたい子たちじゃなかったんですよ、うんうん、でも本当に去年の春からはもう11人になって、うん、最初12人やったんですけど、うん、12人になってアイドルをちゃんとしようってなって、そこからはアイドルとしてやっていこうって決めたんですよ。あ、ゆうかちゃん個人的にも、はい、はい、でも私は本当につぼみとしてもやっぱね、すごい大きい舞台に立ちたいし、うん、番組も持ちたいし、うん、ラジオとかもさせていただきたいしっていう思いで、うん、でも最終的には、うん、演技やりたいなーっていう。あ、女優さん。はい。でもここにみんなあると思います。そうです、そうです。AKB もそうじゃないですか、言ったら。もって言うな。あんなサイズのもんをよう持って言ったら。いや、一緒じゃない。つぼみも、つぼみもって言う、持って言うな。つぼみもそう思ってる。つぼみもみんな個々に AKB みたいに夢あるんです。つぼみグループやもんな。はい、はい、そうです。つぼみグループです。48グループみたいな感じで、つぼみグループみたいに言うな。つぼみグループです。つぼみグループはなんかよくわからん、なんか建設会社だな。なんか、つぼみグループで、土木の建設とみたいな。そんな人は。解体とみたいな。つぼみみたいな。でも、ゆうかちゃんも、こまごめピペットっていう、ユニットを組んでるんですよ。はい、ああ、そうね、二人ね。そう、だからね、ここでね、結構いろいろあるんですよ。そうなってるんですよ、はい。だから、この、ユニットの時は、コンビの時は、はい、その、芸人色強いってこと？あ、あ、それも、うん、組によるんですよ。あ、うん、あ、そうなんや。ユニットって言ってるか、コンビって言ってるかで結構、変わるんですけど、シュークリームは漫才コンビなんですよ。はい、で、樋口恵梨香っていうのは、まあ、コントやったり漫才やったり、でもお笑いをやるコンビなんですよ。でも、こまごめペットさんはどっちかというとユニットなんですよ。そうなんですよ。ダンスめっちゃ上手いんですよ。そうなんです。二人で、二人でライブオリジナルでヒントがあったり。そうグループの中からふっと出てくるね。はい。その、あれね。言うたら、なんやろ。AKB とかで言ったら、なんか調子でいるやん。うん、はい。ノットユータさんとか。ね、そう、その感じで。はい、うん、その感じで。うん、やっぱり、やっぱ AKB で例えようとしてんけど、ちゃうな。だから、グループ、だから、その、ちょうどのグループ名が出えへん。渡りロック走りタイプ一緒ですよ。違うってだから。そうです。モーニング娘。で言ったら、プッチモニみたいな感じ。違う。キリモニとか。リーダーだって、特技のとこさ、ダンスは書いてるわな。ヌンチャクって。うまいですよ。ヌンチャクって。LGK の前説でヌンチャク振りました。ヌンチャク振れる。いや、ヌンチャクは俺もやっぱり通ってるタイプやから。ヌンチャクが一番今んとこ俺推しポイントです。ヌンチャクやんねや。そうなんですよ。ヌンチャク振れんねや。そうですよ。ゆこちゃんは特技うなずきとか。何すか、アイスチアただの。いや、そう、だから、やっぱその、どうなんですか NMB48 さんがね、はい、やっぱり大阪だ、うん、吉本だってなったら、うん、どう思ってんすかその辺。
いやー。その方が先やからね。そうセロが先やけど、先やけどやん、ね。ただ初めての初が発射の初に変えられたわけやんか。いや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 。それも踏まえ、どう思ってんの？いやー、すごいと思ってます。単純に。確かに。可愛いし、うまいし。もうでも、正直言ってしまえば、ほんまに、もうファンなんですよ。まあ、NB。それぐらい、本当にすごい。って思ってて、でもそこまでやっぱ追いつきたいなっていう気持ちもあります、はいはい、え明日さ MLB に入れるってなったらどうする？あー確かに。はい、もう吉本やからさありえるやん。あちょっと一枠ないから引き抜いてつぼみからそうある程度のプッシュはしてあげますよって普通にあの、はい、一般公募するよりも、うん、もう鍛えられたつぼみから何人か、どうしよう誰か一人は絶対にですっていう一人だけですか一人だけ裏切って入るかどうかっていうことですか？そのクーちゃんあなたうわ明日から言われて、NAB うん、断ったら結局誰かが行くんですよ、はいはい、うわーええー、悩んでるいやー悩んでるよえぐりぐり私はシュークリームであの漫才とかしたいんでっていうのがちょっとよぎったダメダメもうクーちゃんだけうわーコンビ活動もダメダメダメでもさ NMBで漫才したらすごいことになりますよね新聞とか載れるかもしれない、まあ、でも、しおりちゃんはあつぼみやからダメやそっかでも NMB にもっといっぱいおるかもしれない、うん、おいおいおいどうだおい無理やって浮くってめっちゃ浮きますね無理やってガチガチ浮くと思うめちゃめちゃもう並んだらめっちゃちっちゃいと思いますめちゃめちゃ大きなるよ平均身長とか平均サイズが年齢も身長も一番大きくなると思うから平均をそこ上げしてしまうからねそうですねそういうことねいやもうなんかいいじゃないですか。なんか正直やしね。はい、近づきやすいアイドルで。うん、近づきやすいアイドル。うん、ドル近所のアイドルみたいな。ご近所さんみたいな。今はもうずっと NGK 前で手売りしてますから。毎日やってる。いつでも会えます。私たちともに。だからね、いつでも会えるアイドル。はい、会いに行けるじゃない。歩いてたら会えるよ。いつでも会える。うん、いつでも会えます。近づきやすい。やっぱ男性ブランコと一緒よ。違う、一緒じゃない。同じところで聞くよ。まあ確かに横で売ってる時ありますよ。あるよ、男性ブランコが。同じ並びで売ってますけど。はい、いやまあそうか、まあ謎はまあまだ解け、まあ多少ちょっと知れたからでもな。思ってたよりもどうですか？何がそう？アイドルで大丈夫ですか？え？つぼみ。認めていただきたい。一回ライブに来てください。絶対嫌や。ライブに来たら本当にライブに来たら絶対言い方変わります。ライブに来たらもう私たちはアイドルやった。はいはい、完璧アイドル。ちゃんとサイレム振ってコールとかやってくれてるんです。超絶可愛いクミコとか言われてます。言ってるやん。言ってるやん。なんで笑ってるの？アイドルですよ。アイドルですよ。いや、言うもでかいね。アイドルですよ、言うて。ここにゲストで来はった人だからダントツでかいサイズでかすぎる今頑張ってやってますいやほんまに、はい、そうなんですよはちみつさんにもつぼみでいるっていう企画で5キロ痩せろっていう企画とかあったりとかあああったねそうなんですよ、はい、いや必要必要ほんまにでかいねすぐリバウンドしたなもう無理に痩せたらダメなんですよその時は7キロぐらい落としたんですけどすぐ7キロ戻ったんですよ全員リバウンドしたいやもうそこら辺はもう節制してないねやっぱ食べ物とかはいや今はしてるんですあのちょっとあの4月29日に CD デビューが決まったのでちょっと残るじゃないですかやっぱり写真とかにもしかしたら PV とか撮るかもしれへんしそらなもしかしたらあるよだから今人生で一番痩せとかなあかんのちゃうかなってちょっと思い出して確かにね将来お母さんになってもやっぱ残るじゃないですかそうですよちゃんと間に合う2ヶ月気持ちね気持ちだけ最終的に減量しだすもんね。最終だ、まあもうボクサーみたいな感じで。そう、それやん。それがもうおかしいやん。だって本番前にね、サウナ行ってたんですよ。はい、ほら、ほら。軽量があるんで。軽量試合やん。その時はね。リハ終わってからサウナ、ね。それで、体重。はい、クリアせんかったら出れへんの軽量っていうことはあその時は、ね、髪の毛をバッサリ切らされるっていうあ、はい、断髪あってありましたありました痩せへんかったら断髪坊主そうそう罰ゲームやもん誰かちょっと短くおしゃれにするから罰ゲームは言うてんねんからそれ坊主やわな見たくないなはい、だから、もう、学天則さんもね、うん、見に来てください。もう、近々ね、あるんですよね。はい、あります。はい、2月11日の、祝日の水曜日に、つぼみ公演があります。大阪の福島の ABC ホールにて、昼の部は15時からで、
つぼみライブ、スタートラインに立ちましたっていうライブがあります。はい。こちらの昼の部はですね、歌とダンスの、思いっきり盛り上がるステージになっています。はい。そして夜の部は18時半から、つぼミックス、バレンタインに愛と笑いを込めて、こちらはですね、はい、お笑いしたり、うん、いろんなことに挑戦して、全員コントもします。そうなんです。思いっきり笑えるステージとなっております。うん、それぞれ、前入りは2800円、当日は3000円、前入り共通券が6000円です。お問い合わせは、チケット吉本までお願いします。はい。はい。お願いします。それぞれ前売り2800円で、はい、前売り共通券6000円。あ、これはですね、何何限定の、何何限定の。なんか怖かったよ。普通安くなりますもんね。普通安くなるのに。はい、ほんまやな。トリックが。そこがね、トリックなんですよ。ほんまや、5800円。これは、限定生写真、各メンバーのメッセージ付きのやつがもらえて、握手会に参加できるっていう権利が入ってるんですよ。特典が入ってるんですよ。一瞬。できる、できて、ほんで安せえよ。5500で行ってくれよ、それは。いや、そうなんですけどね。まさかのちょい上がり。これも、共通ってことは昼、夜見れるってこと？あ、それです、そうです。はい。見て、写真もらって、あ、確かに。これ売れてるんでしょ、でも。それいや、まだまだ、大丈夫です。そうなんですよ。いい席、いい席残ってます。いい席、いい席残ってたんかい！ぜひぜひね。ぜひぜひ。絶対に。来てー！いや、いいかね。この日な、2月11日は、10日11日で、電波組がね、電波組インクっていうね、俺の好きなアイドルだね。誰ですか？電波組や。つぼみより死ぬほど言うてんのかな。おい、死ぬほど言わないでください。がな、大阪、東京の代々木第一体育館で、やるんですか？どこですか？それは行かれる。代々木体育館は。代々木体育館でね、あるんですよ。でも10日でしょ？じゃあ10日11時2日あって、10日も11日も俺は仕事があるから、どっちも行かれへんねん。ああ、よかった。行かれへんってなって、つぼみのコンサート行ったら俺全然違う意味で泣いてまうと思う。泣いてください。でも、お仕事大阪ですか？いや、お仕事大阪、11日大阪。ちょうど2部行くよ。2部。誰が2部行くねん、しかも。誰が笑う？俺、絶対、つぼみのやる笑いで多分笑わんで、俺。6000円。じゃあ CD は買ってください。はい、あ、ね、出るんですよ。そうなんです。私たちの CD が4月29日に、アルバム1000日前から I Love You という名前で発売します。はい。1000日前言うてるやん、また。アルバムですよ。このアルバムです。アルバムほんまミニアルバム。アルバム出してんの？はい。アルバム初めての CD デビューです。めっちゃ曲多いんですから、オリジナル曲。そうあるんです。いっぱいあるんです。いっぱいあるのに、6年間ずっと出せなかったんですよ、CD を。たまに出せなかった。たまに。それはもう、R&C がほったらかしてるわけやったから。そうでしょ。やっと認めてもらいました。まだ認められてないって。認められました。はい。はい。そして、第2回日本女子博覧会っていうのがあるんですよ。はい。2月21日土曜日に。これインテックス大阪にあるんですけども、はい。これもつぼみが出るんですよね。あ、これはシュークリームが。あ、シュークリームが出るんですか？はい。出させていただけることになったので。私も出ますので、はい。来てほしいと思います。一緒にお願いします。お願いします。はい。ではですね。はい。ちょっと、早いですね。早い早いなぁ。そうですね。楽しい。長なってないですよ。長かったな。千日前から I Love You の話とかもいっぱいあります。ああ、これ吉本のアイドルソングになってるんで。ないってないってもう。ないって。なんでないんですか？誰が作ってくれてんの？曲は。曲は、今いろいろ言っちゃった。全部受け持つか。吉本の女芸人は全部受け持つ。詐欺っての CD 出して初恋をやってくれた、パルアットポップさん。まだ早い。パルポップをいじるには早い。誰、イゴさん？イゴさんではないです。イゴさんには、オールプロデュースではないです。違います。いろんな人がね、曲提供してくれてるんですよ。そうなんやね。すごいですね。最後にですね、ちょっとリスナーの皆さんにメッセージ。アイドルみたいなことするね。そうです。アイドルみたいなことする。はい。して曲をちょっとかけたいと思います。曲振りも。お願いします。わかりました。はい。吉本初のアイドルということで、本当にお笑いに挑戦したり、コントしたり、歌もダンスも頑張っていますので、皆さんぜひ2月11日来てください。はい。それでは、
つぼみで、千日前から I love you! はい、これは、今宵そうなんです。今宵誰が急に江戸っぽく言うんだよ。今夜でええやん。今宵って。あーちゃんリンクだった。何気で今宵みたいな言うの。今宵は。おしゃれやからね。今宵。今宵のつぼみ。つぼみは、杉山優香ちゃん、しおりちゃん、吉岡久美子ちゃんでした。